今3年目なんですけど、リリック1000曲分ぐらいあって、でデモ600曲ぐらい撮って、そのペースでずっと作り続けてるんで、同世代には負けようがないなみたいな。エントリーナンバー1116、神奈川県、ナルフ。これはライフ、暗闇からシャウト、偽の輝きなら足りない。なんか前提としてこの人声がやっぱすごい特徴的で、ヤング先生のビートに乗ってるラップでは今回一番好きかもしれないな。かっこいいよね、ラルフは。審査員たちも絶賛するラルフ。すでに一定の評価を得ている彼がなぜ今回エントリーしてきたのか。彼が住む団地を訪ねた。初回の放送から一応知ってはいて、存在を、まあ、でも当時もうちょい経験積んでからしようと思ってて、でまあ今回そろそろかなみたいな。実際に僕何曲か過去の曲聴いたことあって、 UK ドリルだったりグライムだったり、まあイギリスから来たスタイル のラップですよね。日本ではあんま馴染みがないジャンルの音楽をやってるんで、そのスタイルのまま主流のスタイルの人たちをこうなぎ倒していくのをちょっとやりたくて、それが楽しみで一応応募したんですけど。ラルフの狙いとは裏腹に、ツイッターに上がった応募動画に対して、ラルフはすでにラップスターだという言葉が飛び交った。まあなんすかね、逆になんかそこまで水準が下がってるんだったら上げたいなっていうのは思うっすね。なんかその一応ヒップホップっていうカルチャーは好きなんで、それがやっぱ日本ってヘッズが求めてるものがそんなに低いんだったら、それはやっぱこっち側アーティスト側の責任なんで、このぐらいのレベルじゃないと勝てないんだなっていうぐらいまで上げるっていう風に今は動機は変わったっすね。このラブスターに挑むというか、なんか意識高い系みたいになるのも嫌なんですけど。普段人と会うことが少ないというラルフ、日常で見て感じたものは会話ではなくリリックとして吐き出される。今でも地元横浜の街のベンチや道に座り、iPhone にメモしていくという。でも落ち着くからっす。間から高島屋のロゴだけ見えるみたいな。横浜っぽいなんです。ここか電車か家か。今はもうちょっと早いんで、ちょっと許すけど、めっちゃ暗いんですよ。サイファーとかもめっちゃあったし、最近見回りも来るし、食べるような場所ではなくなったんかな。10時とか2時終わった時寄って 1,2 時間ぼーっとして書いたりとかして、なんかあんま明言するのが好きじゃなくて、聞いてる側の考察の余地みたいなものがあった方が、まあいろんな作品、映画とか絵もそうですけど、こうですって渡すよりもこんな感じだよみたいな、その人なりに吸収する方が深く浸透してる感じがあるので。テーマが生い立ちだったことについては、隠してたわけでもないというか、出し惜しみしてたわけじゃないですけど、自分よりもっとすごい境遇の人はいるし、でも音楽をやるってなった時に、そこはまあ関係ないって言ったら違うんですけど、自慢するようなことでもないしと思って控えてたんですけど、まあ、テーマが生い立ちならしゃあないっしょっていうので書いたっすね。特になんかあれはないです。ラルフとヒップホップの出会いは少年時代まで遡る。ここも生まれた町だし今も住んでるんですけど、間は全然違うところにいたりとかっていうので、昔からの友達みたいなのも全くいないんで、基本的に一人、マジで一人だったんですよ。インド人の父の記憶はほとんどなく、母子家庭の一人っ子だったラルフ。母親の交際相手にも馴染めず、いつも一人ぼっちだった。なんか自分の部屋以外に帰る場所がないみたいなのはずっと感じてて、中1に上がるタイミングで転校したんですけど、外人じゃんみたいなのから始まって、そっから結構いじめっちゃいじめっ
かね、なんかゴリゴリにやられたっすね。悔しくて格闘技始めて、行った先の人とかにヒップホップ教えてもらったりとか、まあ、音楽教えてもらったりとか、遊び連れてってもらったりとか、ドロップアウトっつったらあれですけど、あそこだなって思うっすね。孤独を脱さえたどり着いた音楽の世界に自分の居場所を見つけたらる。現在は横浜の先輩ガンヘッドのスタジオを使わせてもらい、ひたすら曲を作っている。勢いだけで前に出る人って僕あんま好きじゃなくて、ヨガさんもちゃんと会話見えるというか、葛藤もあったりとかもするし、リリックはもうどうだって感じのやつ多いんですけど、その裏がちょっと見える感じが僕はすごい好きですね。僕らに比べたらすごくマイノリティな生き方してきたと思うんで、ヒップホップってそれ武器になるじゃないですか。いやらしく外には出さないけど、さらっとやっぱ出てる部分もあるし、でキャラもあって、やりたいことも分かってて、で正直分かりやすくした方が絶対伝わるんですけど、そこ突っ張れて自分のやりたいことをやり続けるっていうスタンスはかっこいいし、僕らもそうなんで、これからも応援したいなっていう気持ちは変わらないなと思いました。そこは全部ナチュラルにできるやつが一番結局強いと思ってて、まあ、自分の場合なんですけど、特にヒップホップを聴こうと思ってヒップホップ聴き始めたわけじゃなくて、その自分の境遇だったりとか、やっぱその自然にヒップホップにたどり着いたやつと、流行とか、まあ、やっぱテレビ見たりとかでヒップホップラッパーになるぞって始めた人とは、そのそうですね、まあ、養殖か天然かみたいな、天然の方がうまいじゃんっていう感じですね。ラルフフルバージョン披露。これはライフ、暗闇からシャウト、偽の輝きなら足りない、どねだシャイ、きらびやかなチェーンも捨てたいらない。